とってのドリームキャストプレイ動画第62弾クライマックスランダーズの方に挑戦していきたいと思います。では本編の方どうぞ。はい、どうもお久しぶりです。とってです。ということで、今回実況動画とさせていただきますというのにも、理由がありまして、このクライマックスランダーズ昔プレイしたことがありまして、でまあセーブデータ探してたらあったんですけれども、いかんせん、このような状態のセーブデータはあったんですけれども、こっから何をすればいいかが全く覚えがなくてですね、ちょっとだけちょっとやってみたんですけれども、説明が必要かなと思いまして、実況動画させていただきます。まあ大抵、私が実況動画復活する際は説明動画となっておりますが、今回クライマックスランダーズ神々です。毎回カミカミなんで、そこら辺は、ご了承ください。ということで、主人公なんですけど主人公の家にはこの羊の羊さんがいらっしゃいます。で、アイテム倉庫とかあるんですけれども、おっ、保管してしまった。こうなんかいろいろとね、武器があるわけですよ。暇つぶしパック、自分何持ってましたかね今全く覚えてないところが残念ですけど、まあいいですよ。コレクション、陳列してあるらしいですね。仲間変更で、ラオ、ライル、マーリン、レディという、ああキャラクター変えれると。まあセーブはセーブですけれども、オプション、羊、ソードたちの世話をすることになった謎の羊、羊と呼ばれることを嫌うがどうから見ても羊、その正体は、おっと、なんかいっぱいいますね。すごくいっぱいいるんですけれども、どんな話でしたかね、本当に覚えてないですね。やっぱ10年の歳月って怖いですね。なんか他の世界から連れてこられたみたいな話だったような気がするんですよね。で、まあこのように歩き回る。で、まあ家を出ますと世界があるわけですけれども、うろ覚えだとなんかいろんな世界がくっついて、広がっていくような感じの世界だったと思うんですよね。俺も散歩中なんだ。いろんな世界から連れてこられて、いろんな人が少ないという感じかな。白状するっち。何がどうした。なんでもないだ。ワンちゃんおるよ。眉毛アーサー。モンスターハウス。まったく覚えてないね。何ですかモンスターハウスって。ホログラムマシーン。モンスター部屋1。あ、おる。モンスターおる。あ、出てしまった。確かこのなんか、ルンルンみたいな感じが、
機嫌がいいよとかかな、多分そうですよね。怒っとるのが機嫌が良くないなんでしょうけど、何をしたら機嫌が悪くなって何をしたら機嫌が良くなるのか全く覚えてないところですよね。ビジュアルメモリー装置、あ、ゲームをダウンロードできるということですね。どうした、全く覚えてないな。結構ビジュアルゲームのゲームが面白かった記憶はあるんですけどね、って言ってもどんなゲームだったかも記憶にないんですけれども、というわけで、ちょっと先ほどチラチラとやった限りで、どうもエンディングを私は迎え入れるはずだと。あ、でこいつ主人公の一人ですね。確かキャラを変えてイベントを進めていく感じだと思うんですけど、当時クライマックスランダーズ、まあ、とあのドリームキャストで出すということであんまり RPG もなかったんで、そういう点では相当に遊んだと思うんですよ。で、先ほど、あ、ここに所持金ってあると思うんですけど、1101000万10万100万156万1686ゴールドかな、なんですけど、これ確か自分裏技というか、とあるアイテムを売って買って売って買ってみたいことをするとお金が勝手に増えていく、このバグ的な仕様があったと思うんですよね。というわけで所持金がこんな破天荒な数になっていると思われます。やり方を全く覚えてないですが、あー、モンスター図鑑、あー、なんかドラクエみたいな感じで戦って仲間にしたらどうのこうのっていうんですかね。 53% ってことだから、そんなに極めてないんかな、極めたデータがなくなったんかな、ちょっとわかりませんけど。で、こここう行くわけで、最後のピースというわけで、そうだよ、そこにある本を閉じれば元の世界に帰ることができよう。しかしこのままこの世界にとどまることもできる。もうお前は自由だ、好きにするかい。本を閉じれば全てにケリがつくんだ。閉じますか。はい、終わったのか。とうとう本を閉じたが全て終えたな。これで帰るぞ、それが約束だ。分かっている、寂しくはあるが約束は守ろう。いい心がけだぜ、帰れ。帰るさ、好きな時にな。そうだ、私はお前が大嫌いだったよ。一つ言い忘れていた。帰還を望むならお前がもともと暮らしていた土地、そこに戻るがいい。そこにゲートがあるはずだ。あばよ、じじい。どんな因縁があったんでしょうね。いやー、まあまあ最初からやれば思い出すんでしょうけど、まあこのいきなりエンディングですよ。勘弁してほしいですね。で、確かこのクライマックスランダーズ、まあエンディング迎える前に今開始してまだ8分9分ぐらいなんであれなんですけど、確かセガから発売なんですけど、クライマックス会社じゃなかったですかね。で、そこの歴代キャラクターをモチーフとした、RPG だったと覚えているんですけど、昔買っていた雑誌にそんなことが書いてあったような気がします。はい、というわけでエンディングへ行きましょうかね。で、久々実況なので久々近況報告なんぞちょっとしたコーナーを設けてみたいと思います。まあ、近況報告といえども特別喋ることもないんですけども、そうですね、この実況、まあ、プレイ動画ですね、とってのプレイ動画は、まあ、無事60段まで、迎えることができまして、今このクライマックスランダーズで62段となっておりますが、現在収録5月の、十何日、
今日何日でしたかね、まあそんな日なんですけれども、まあ、7月でプレイ動画しだしての丸1年を迎えますので、まあ今5月あと2ヶ月ぐらいですね。なんとかあと2ヶ月で100段までいければ幸いなんですけれども、まあなかなかねそういう風にもいかないと思いますが、そう100段までいったら今だいたいドリームキャスト500本ありますので5分の1終わる 20% 完了ということですけれども、まあ今で 10% ぐらい完了してますか。まだ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 先は長い戦いになっております。まあご視聴いただける方がいる限り私は続けて最後のソフトまでやっていきたいと思います。まあそんな意気込みはまあありまして、近況報告は全くしておりませんが、そうですね、まあ、近況報告簡単に言えば昨日ちょっとね焼き鳥屋さんに飲みに行ったというぐらいしかネタがないんですけれども、わなんかどうした、なるほどこの世界間もなくなくなると、はあ、朝この世界にいたかったのにまだ見てない場所、話してない人がたくさん。リーガン、私話聞いてます？多分この家があるってことはここにゲートがあるんじゃないかなと思うんですけれども、家変えればあるんかな。ソードの家は、お羊どうした、お疲れ様でした、これにてお別れでございます、世話になった羊、何でもございません、ご主人様の幸せお祈りしております。はあ、お祈りされとってもいいんですけど、そのゲートとやらはどこやどこですか、ここあたりにあるってことかな、ゲートはどこだ、エンディング迎えたいのに近況報告も終わったのに、ここが違うな、この崖ですけど多分なんかマップにあると思うんだけどな、コンビニ、ソード乗った世界って広いんか、え、ここじゃないでしょう、あここ行けないし、うわあ、でなんかマップが広くなるごとにこういうなんか感じでエリアを広げていくって感じが、村は永久に帰れなくなるっち、嫁さん見つけてって、こんな変な場所に一生いるよりはまだマシだっち、どこや、コレクション、コレクションじゃないやろ、アイテムショップでもないよね、モンスターハウスでもないよね、ソードくんはどっから来たんでしょうか、全く記憶にないところが、近況報告終わったのに、このこんな話どうでもいい、今の兄ちゃんくらいの年になっても父ちゃんくらいの年になってもずっと覚えてると思う、忘れない、さあめでたいめでたいけど、まちょっとなら行ってみましょうか、いろいろと、絶対ここは関係ないと思うね、アイテムこんなコレクションありましたかね、全く覚えてないな、ここでもないとすると
ちょっとくるくるいろんなとこ回ってみましょうかね。それともあの時計台か、時計台から来たっけ。いやー、時計内部やっちゃうな、これなんか。お、イベントっぽい。ここか、待っていたぞ。帰還の時を待っている用意はいいな。ああ、いつでもやってくんな。最後に問うぞ。そうだよ、本当にいいのか。何がお前を待っている。お前を呪った世界、あの忌まわしき世界で一体な、何が。待ってるからな。嘘を言うな、お前は孤独だ。誰もお前を待つものだぞ。待ってるんだよ、それでも。いいことばかりじゃねえだろうが、いろんなことが待ってるさ。お前が一生知らねえ、いろんなことが。俺の仲間に聞いてみな。みんな同じ答えを。まあなんかね、元の世界に帰るために頑張っとったみたいなことなんやろね。あのじいさんが作ったんかね、この世界。もうエンディングです。感動かどうか分かりませんがエンディングです。まあ私もこのキャラクターデザイナーとかいろんな人の名前を見てもよく分かんないんですけれどもね。はい、ということでクライマックスランダーズその1にして最終回です。まあ他にもね、多分エンディングはキャラクター変えてやればエンディングになると思われますが、あ、なんかこんなキャラおったな、女の人。まあ本当は戦闘シーンお見せすればよかったんですけれども、ちょっと忘れてましたね。日本だよね、日本の大工さんとかさっき家ありましたし、山田さんって言いましたからね。ストーリーですか。サウンドコレクション、データエンジニア、チームミュージック、ミュージックコンポーサー、コンポーサーだ。あー、なんかおったなー、ビジュアルメモリー。うーん、でもこのゲームももう10年前ですか。まあ、10年前まだ学生でしたからね、なかなかゲームを買うというのはもう大金なわけですよ。本体にあったゲームソフトを買うことは、だから結構遊んどるはずなんですけどね。まあ、さっき見た時間的には16時間になってましたけど、まあ、ただ極めきってないですからね、確かに。まあ、他のゲームでもやっとったんですかね。10年一昔です。長いな。で、これ変えた後に何かあるのかな。着ぐるみ制作って何ですかね。超絶エディターのサンプル、さっぱりですわ。この中には有名になった人もおられるんですかね、ちょっと分かりませんが。クライマックスランダーズ、裏面には、裏面のセリフには、そこは過去現在未来が切り取られた不思議世界って書かれてますね。不思議世界に迷い込んだ一人の少年ソード、謎の老人は彼のことを英雄と呼び、この世界に秘められた謎を解き明かす使命と紋章を授ける。そして時を同じく意志ある5人の者たちが現れ、その名もラオ、ライル、マーリン、あ、終わってしまう、レディ、マリオン。彼らは敵か味方か、ソードは今一人冒険に旅立つ。だそうですよ。
数々の名作を生み出したクライマックスが世に送るダンジョン RPG の決定版だったらしいっす。お、で誰もっともソード自体を忘れとるか誰も何もないんですけど、おやらいこっちゃぶつかったよ。帰ってきたってか。たく、お前のせいだぞみんな。俺がどんだけ面倒なことに巻き込まれたか。元気みたいだな。言い忘れてた。世の中悪いことばかりでもないぜ。ほほう。ジエンド。というわけで終わりました。はい。なんとなくエンディングを迎えたわけで、スノーでここで終わりたいと思います。クライマックスランダーズ、ご視聴いただきありがとうございます。では次回作でお会いしましょう。失礼します。